いや、たまにさ、古銭のガチャガチャ古銭、あの、なんか古いお金古いお金のさ、ガチャガチャ見るんだけどさ、昔の、なんかやっぱ、こう何現代でこう生きてるとさ、昔のお金ってさ、なんかこう使いづらいっつうかさ、まあ、使ったことないからわかんないよ。もちろん。うーん。俺185歳とかじゃないからね。うーん。わかんないけどさ、なんかあの、でっかい小判みたいなのあんじゃん。でっかい小判みたいなの。ね。 でっかい小判みたいなのをさあれまあ昔自販機ないよ、うん、あのでっかいもんは自販機とかにね入れたらあれ使いづらいよね、うん、あとさあれ持ち運ぶのどうしてたんだろうねお財布とか入んないよねあれね、うん、財布がないか、うん、何風呂敷風呂敷風呂敷とかにこう入れて持ち運びうんいやーまあ,あどうでもいいあや,っぱり、うん、やっぱりそうだよねうん ね、というわけでね、この古銭のガチャガチャ、これをね、一回だけ、一回だけ回してきてね、大きさは何だろうね、そんな大きくないから、めっちゃ軽いしね、小銭が一枚とかなのかな、もしかしたらね、小銭が一枚、開けてみようかね、とりあえずね、一斉の、せ、えー、なんだこれ、一斉だって、めっちゃちっちゃいのが出てきたんだけど、 でね、出てきたのがね、このお金。お金っていうかね、これほんとその辺に落ちてたらゴミだと思って捨てっちゃうけどね。もうね、人によって違うけどさ、俺の親指とこう比べても、親指の爪よりもちっちゃい感じの小さいお金。1000って書いてあるね。昭和20年ぐらいのお金なのかな昭和19年から20年。年代が1945年って書いてあるけどね。全然わかんないけどね。 もうなんかあれだね、文字とかも全然わかんない状態だね。この柄なんかも全然わかんないね、これね。これ完全にもう、ゴミかなお金に対して失礼だけどさ、ゴミかなこれ。ねえ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。